さあ、では前回たけし、趣味ではポケモンを集めていないたけしを倒したところからのスタートです。どうすればいいのかな。この子そういえばなんかたけしさんがうんぬんとか言ってたけど、お、それはグレーバッチ、たけしにもらったんだな。これ呼び捨てなんだね。よくよく考えればすげえ年下っぽい感じなのに呼び捨てにされてんだな、たけし。持ってるバッジの数が増えるとショップで買えるものが増える。へえ。ちなみにショップはあの青い建物。じゃあもう増えてんのかな。いろんな街にあるからもう知ってるよな。なるほど、ちょっとお得情報を教えてくれた。バッジでじゃあ判断されてんだね、その何を売るか売らないかっていう。これ今の日本だったらかなり炎上する案件ですよ。あ、お金も5000円になってる。あ、スーパーボール売ってくれてるんだ。へぇ。あ、この辺も知らないな。穴抜けの紐。へぇ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 。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あー、なんか戦闘で役立ちそうなのを売ってくれるんだな。まあ、今はいいかな。はい。じゃあ、そのままあの少年の隣へ向かってみようか。先進みましょう。3番道路。お、なんだ？なんか、点点点が。お、君は駆け出しトレーナーだね。なんでわかるんだろう。僕はコーチトレーナー。トレーナーを育成するため、いろんな場所に立ちはだかっているコーチの一人さ。育成する気なら、自ら赴けばいいのになんで待ちなんだろう。自分で言うけど強い。力を試したければぜひ勝負してくれよな。そうなんだ。強いのか。ちょっと自信がないけどな。上の道と下の道って分かれてるのかな。そう言われたらちょっと勝負挑みたくなるよね。おいおい。ちょっと待って。今、戦闘がマンドレだから、ここ戦闘をピカスケにして、よし。ちょっと勝負挑んじゃおうかな。えいへい。己の強さを試したいようだね。コーチトレーナーの僕とポケモン勝負するかい？ああ、望むところだ。よし、行くぞ。まあ、ちょっとぬるい相手ばっかだったからね。ここで一丁揉まれてみるっていうのもいいんじゃないかな。お、一条。名字なんだ、コーチトレーナーは。不思議だね。ああ、なるほど。草タイプか、電気効くのかな。火とかだよね、多分ね。格闘、何に強いかわからないんだよな。電気効くかな。一発撃ってみようか、電気。よいしょ。あ、全然効かないんだ、電気は。なるほど。いで、そこそこだな。そうか。じゃあ、二度蹴りはどうだろう。二回蹴れば。一個。あー、効かないな。強いな。宿り木の種。何ですか？あ、あ、あ、草が生えて。あー、種植え付けられた。怖っ。あ、吸い取られるんだ。あ、なんて恐ろしい。まずいですね。いやー、草タイプとかしかいないな。ほっお。ほっおで行くしかない。地面。砂かけ。風。風。いやー、どうだろう。ゆけぽお。初めての戦闘。ピーピー。あ、お、でも効果は今一つ？いいぞ。砂かけってダメージないよね。命中率を下げるのか。一回まず命中率を下げ、砂をかけ。うわーすごい、えぐいね。目に入ったでしょ。5、6粒は目に入ったんじゃない？体当たり当たらないだろう。目に入ってるよ。いって！当たんのかい。風起こし。風が効くかどうか。あ、ああ、いいダメージ入ってる。いいじゃん。
お、そしてなんか何か当たんなかったな。いいぞ。風。起こし。いや、いいね。効果抜群だ。さあ、宿ってきた。これで体力を吸われてしまうが、それでも、そこまでの回復は見せないのでは？よし。では、さらば。不思議だね。そして一条。大したことなかったな。やったー。ああ、横になった。かわいいな。58経験値。ピカスケ70経験値。よし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 。あ、マンドレが上がったよ。毒の粉を覚えた。マンドレがいよいよやばいやつになってくな。勝ちましたけど、やるものだね。あ、1100円ももらえるんだ。やった。コーチトレーナーをものともしないなんて。君の強さを称えてプレゼントがあるよ。お、元気のかけらとは何でしょう。元気のかけらは傷薬で治せない。あ、瀕死の状態を回復する。なるほど。そういうものがあるのか。ちょっと体力減ったままだね。一回、ポケモンセンターというところに行って回復したいけど。そういえばさ、あ、まだ送ってなかったね、博士に。送っちゃおうか。ビードルと、ビードルさらば。あ、もう一匹送れるのか？じゃあ、コクーンも送ります。虫を、振りつける。飴をもらった。速さの飴と守りの飴。5匹送ってるらしいぞ。よし。ちなみにこの飴っていうのは何なんでしょうか？バッグ。飴ボトル。これ永続的に上がるって考えていいのかな？なるほど。こういうさ、なんとかの種とか、ドラクエで言うなんとかの種とか、最後の方まで使えなかったんだよね。誰を使うんだかわかんないから、ちょっとなーって考えて、ずーっと貯めてた気がする。下から行きたいけど、ちょっと、ピカスケだけに経験値が育っていくのもあれば、宮部くんの力もちょっと見てみたいな。よし。お、早速、ミニスカートの誰か。ちょっと君、今私の方見たでしょ。今だいぶずっと前から見てた気はするが。そこに立って、その角に立ってさ、見たでしょっていうのはもう言いがかり以外の何者でもないよね。エリが勝負を仕掛けてきたな。あ、謎の草。うちのポケモンと同じだ。さあ、謎の草レベル6か。草だから鶴の鞭効かないんじゃないかな。体当たりで。えい。うわ、全然効かないや。わあ、これは相当、あれだね。相当、長い戦いになっちゃうな。じゃあ、もう、ここは、こだわらずに、ほっおで、乗り越えていった方が楽そうだな。け、ほっお。成長。なんだろう。攻撃力が上がる。あ、特攻が上がる。なるほど。では、風を起こして、うん。ああ、それでも一発ではないのか。なるほど。まあ、そんな程度ならね。もう一回風を起こせば、よいしょ。もう葉っぱが散り散りになっちゃうでしょう。あらららら。よしよしよし。あ、宮部くんのレベルが上がってきますね。お、超運も。よし。もう嫌。嫌だって思われたな。お姉さん。このさ、超運と中身出るは戦えないのかな？まだ。何も技がない。
硬くなるしかない。あ、2匹とも硬くなるしかないんだ。そうするとうちで戦えるのはタスケ、マンドレ、宮部くん、そしてポッ、この4人なんだな。なるほど。あ、上からだとあれが取れる。ってことは、上が正規ルートなのか、結局。また襲われそうだなぁ。あー、やっぱ襲われる。視界に入ったら襲ってくるんだな。俺の短パンいいだろう、見つめていいぜ。なぜこいつはこいつで誘っているのか。この辺の道路にいる人たちになんかみんなちょっとおかしい人しかいない。ハズキ。ハズキが、鬼スズメ。わあ、なんだ、強そうだな。飛行タイプだよね。だから、草タイプの宮部くんは、ちょっと相性が良くないので、ここはもう、ピカスケで、電気を飛ばしてもらった方が良さそう。で、これピカスケ。ええか？鳴き声、攻撃力が下がる。なるほど。だがちょっと下げられたぐらいでは、この電気ショックは耐えられまい。えい！わあ、やっぱり強いな。急所に当たったらしい、さらに。あららら。よし。よしよし。負けた負けた。やる気のなさ。順調ですよ。よし。で、一回降りて、広い。またこっち回らなきゃいけないのか。みんなこの人たちはここでね、朝起きたらここに来るのかな？それとも夜もずっとここにいるのかな？お母さんに呼ばれるまで。取ってきたばかりのポケモン戦わせようかな。そんなに愛着のないので大丈夫かい？次は何が出てくるのかな？キャンプボーイのミキア。ミキアは何を出してくる？ニドラン、オス！ニドランってなんだろう？ノーマルかな？弱点なしかもしれないね。そしたらこの鶴の鞭を打ってみよう。つつく。結構、効果抜群なのか。つつくって何なんだろう？あー、今一つだ！まずい！みやぶくん下がれ。宮部くんに聞いたってことはマンドレにも聞くってことだよな。そしたらまあやっぱりピカスケ。結局のところピカスケなのか？誰かが！毒針？またこれは嫌な攻撃。ああ、毒になっちゃう。大丈夫だった。大丈夫だったのなら、電気を。その角に電気を。あ、耐えたな。痛い。あ、全然効かない。ピカスケすごいなぁ。つつくも効かない。ここは電光石火で。よーし。相手が使う技がなぁ、何なのかが。つつくって何なんだろう。格闘な、何なんだろうね。それが分かんないから、何されて弱点だったのかわかんないんだよ。教えてくれ。育てたポケモンの方が強いのかな。ってことは、ニドランがこの辺に出る。あ、鬼スズメ。あ、なんだこれ、かわいい。サンドパン。多分そう。知ってる。サンドだった。サンドパン多分もう一個上のやつだ。かわいいなぁ。これは欲しいです。はい。あ、エクセレント出た。ぷくぷくぷくプチッ、やったー。まずいなー。こいつが入ってくるとなると抜けるやつがまた出てきてしまう。あ、七の実ももらったぞ。いやー、中身出ると超運がなー。どうなるか。お、宮部くんが、あー、あの宿り行きの種か。いいじゃない。中身出る9。そろそろちょっとサナギから抜け出してほしいんだけどなー。
サンドが登録されます。体は乾いている。しかし夜中気温が下がった時は皮膚に雫がつくという。すごい詩的だね。体は乾いているっていう出だしで始まる小説はなんかいい小説な気がするけどな。 9.91 キロ、いいじゃない。鳴き声聞いてみたい。いい、なんか壊れた機械みたいな音がするんだな。よし、いいよ。じゃあ早速名前つけましょう。はい、サンドのニックネームは4度メモ。これは多分進化した時に初めて、この名前のが進化を発揮する。まさにね。あ、すごいね。ここでもかかっていくということで、そこまで育てられるといいなという期待も込めてね、4度メモという名前にしましょう。女の子だってことはどっちか脱落かな。いやー、ちょーんと中身出る。どっちかが脱落だな。ちょーんと交代かな。こうしましょう。よし、オッケー。あ、これ鬼スズメ。鬼スズメってポオの関係者かな、それとも違うのかな。とりあえず捕まえて、あ、あ、ちょっと外れたな。なんか斜めに飛んじゃう時もあるね。ほい、よし、グレート。顔面にぶつかった、くちばし。よし、やったぞ。やったー、ウニスズメを捕まえた。七の実入ってたな。お、ピカスケが上がって、ポッオも上がった。ポッオが育ったらウニスズメになるってわけじゃないのかな。ウニスズメはウニスズメでまた別の個体なのかな。小鳥ポケモン。高く飛ぶのは苦手。縄張りを守るために猛スピードで飛び回っている。なるほど。なかなか良さそうだけどね。ちょっとポオと見てみればわかるかな。あー、だいぶ違うところにいるから違うのかな。つつく、あ、つつくは飛行なんだ。なるほど。鳴き声睨みつける。レベル8。いや、どっちを使っていくべきなのかがわかんないな。とりあえず名前は変えます。はい。鬼スズメの名前は、鬼の鈴木。意味とかじゃないから。意味とかじゃないから。ただ、ポッオを使っていくと鬼の鈴木と被る可能性があるから、ひょっとしたら、いや、中身出る、ちょっと成長期待したいんだよね。だからちょっとここで待っててもらおうかな、鬼の鈴木は。で、この辺なんか宮部くんあんまり戦えない気がする。もうちょっとだから、もうここら辺ピカスケでどんどん抜いていっちゃうのがいいのかな。うん、よし、お姉さん。キャッ、今あんた押さなかった。うわー、出た、冤罪。こんな草むらにいて冤罪を生もうとしている。やはりこの通りは危ない通りだ。ピクニックガールの司法。なんだよー。ニドランメス。なるほど。やめろー。ニドランメスは、電気がそんな効かなかった。ねえ、二度蹴るのはどうだったかな。パン、あ、ポン。あ、そんな効かない。尻尾を振る、あ、かわいい。触れてない、短すぎてそんなに触れてないところもかわいい。じゃあ電気、結局電気に流し込め。あー、電気流し込んときはもう大体の生物は電気流されたらね、それこうなりますもん。はいはい。もう終わり？こっちのセリフじゃい。
あ、スーパーボールもらえた。これはありがたいな。よし。あ、見逃さないよ。虫寄せコロン。いらない、いらない。寄せない。お、ちょうどかわしたな。こいつも、あ、こいつあんまり見えてない。あ、見えた。ようやく見えた。短パン、動きやすくっていいぜ。って、お前も履いてるじゃん。俺の短パンじゃないよ、これ。分かってないな、ファッションが。これは短パンじゃないんだぜ。なんて言うかはちょっとわかんないけど。短パン小僧のヒロトはコラッタ。コラッタ、うちコラモトがいたんだけど。いたんだけどな。いるんだぞ、うちにも。お前と同じやつ。まあ、大体もう電気流してる。お前の前歯に電気を流、あ、早い！さすが電光石火。よいしょ！あー。あー。もう、壊しちゃう。うちのピカスケが、ここら辺にいるポケモンを全員壊しちゃうよ。やったー。よしよし。いいぞいいぞ、壊してけ壊してけ。お前も、壊してやろうか。じゃあ早速。バカめが、相手を選ぶがよい。虫捕り少年のひろゆきが勝負しかけてきた。コクーンって、お前そいつ何もできんぞ。言っとくけど、何もできないなら4度目も、ちょっと4度目もの様子を見たいな。地面タイプ、いいかー。いい、あー丸まってる。アルマジロ系なのか。さあ硬くなったぞ。だがそれ以外の攻撃はあるまい。毒を注入してやれ、硬くなったところに。ゆ、全然効かない。あ、そして相手も毒針を。だが、こっちも効かない。わあ、これは、しょうもない戦いになる可能性。丸くなるって何？ああ、なるほど、なるほど。防御力が上がるのね。一角は、移り攻撃？よし。一回だけ。ほい！わあ、効かないなあ。やばい。もう、この勝負、つかないことが判明した、今。じゃあ、虫か。虫に何が効くかな。やっぱ風なのかな。ポッオ。ポッオの風起こしで。任せた、ポッオ。わあ、どんどん硬くなってくな。ちょっと厄介だよね。だが、風が巻き起こると、そのまま飛んでいってしまうのでは。わあ、強い。効果抜群。虫には風。よし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 。だんだんレベルが上がりづらくなったよ。新しいポケモン持ってくれば勝てたよ。はいはいはい。持っておいで。今から家に帰ってすぐ持っておいで。あとお金もね。お金と合わせて持っておいで。あ、どうした？マンドレ。あー、マンドレ、釣りの実、また見つけてきた。釣り放題じゃん、もう。3番道路、この先、お月見山。お月見山には行った方がいいのかな？お、元気のかけら。これはいいやつじゃないか？あ、びっくりした。サンドが出てきた。この辺は、持ってるな。ただ座っている人がいる。ふう、この辺で一休みしていこう。花田シティから洞窟を抜けてきたら疲れた。花田シティとは一体。4番道路。あ、こいつエリートじゃない？はいはい。毎度おなじみ、コーチトレーナーだよ。毎度馴染んでないけどな。月見山登る前にちょっと鍛えとく？いやー、いい度胸だ。勝負してやろう。一体何を出してくるのでしょう。コーチトレーナーのロダン。ロダンって、おしゃれな名前だな。
回文でよく使われるロダンって、さっきの喫茶店だろのロダン。ニャース知ってるなぁ。こいつ何ポケモンなんだろう。お金ポケモン、わからんなぁ。とりあえず電気を流し込んどこう。あの額の上の小判に、あ、小判出してきた。何何何何、小判があたりに散らばった。大したダメージじゃなかったが、あ、強い。ちょっとそんなに効かないのか電気は。じゃあ二度蹴ろう。猫に小判、まただ。いない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 、結構強いな。何技なんだろうそれは。あー、すごい格闘タイプ。あ、急所に当たったからか。よし、あ、でも効果も抜群だったということは、よくわからんけど、あの猫には二度蹴るのが良いと。お、マンドレがレベル13。しびれ子なの代わりに、どうしようかな。しびれ粉は何でしょう。しびれる粉、たくさん振りまいて、相手を麻痺状態にする。おぉ、なかなか良さそうだぞ。ちょっと難しいな。成長いらないかな。悩みどころ。まあ、成長している暇があれば、何か他のことをした方がいい気もする。よし、しびれごらん。みやべくんもレベル10。四度メモもレベル7。いいよ。月前もへっちゃらだね。顔が暗すぎる。1300円ももろた。そしてさらに130円拾った。あれか、ニャースが落としたお金も拾えるのか。お、そしてさらに、あ、猫に小判もらえたな。お金が散らばって拾える。ちょっとお得な技だよ。自分で散らばすんじゃなくて、結局だから、トントンかそれ以下なんじゃないのかな。違うのか。何技なんだ？アザマシンケース。ノーマル技なんだ。結構覚え、あ、ピカスケ覚えるんだ。でもまあ、いらんだろう。うんうん。ピカスケちょっとでも今の戦闘で、21か。まだ大丈夫だな。なんもなさそうだぞ。この人は？いた！つまずいて転んじゃった！ポケモンの石つぶてと、あ！何？どっかにいるの？石つぶて。石つぶてとは仲良くなりたい。穴抜けの紐。多分ダンジョンから脱出できる系のアイテムだと踏んでいる。ポケモンに乗りたくて、はるばる来たぜ、月見山。イワークみたいに乗せてくれるやつもいるぞ。乗れるタイプのもいるんだ。あ、回復がちょうどある。いいね。ほう。こいつは、この回復するとこには絶対いるのか。よし、休ませてあげまーす。ポン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 。トゥン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 。よーし。ありがとう。ポケモンたくさん捕まえて、持ちきれなくなっても、バッグのボックスに入るから便利だよな。おじさん、おっちゃん、あなただけに、いい話がありまして。秘密のポケモンコイキングが何度たったの500円。コイキングってあれだよね。大きくなったら、ギャラドスになるっていうのは知ってるんだよな。でも俺はお金では買わないポケモンは、自分で捕まえる。ピッピとお月様と書かれた絵本がある。読みますか？読みます。ピッピはまんまる、まんまるピッピ。まんまる笑顔でピッピッピ。ああ、読んでてちょっと辛くなったな。なるほど、深いね。みんなこれを読んで育ってんだな。今ここか。花田川に降りると戻れない。そうなんだ。月見山越えたら花田シティなんだね。ということは、ここを越えてしまうと、次帰ってくるのは、だいぶ先になるんだな。まあ、もう故郷に忘れたものもない。いいだろう。ポケモン捕まえるとき、緑の輪っかが出ると、捕まえやすいポケモンで、黄色はまあまあで、
会話が難しいね。なるほど、そういうことか。よくわかりました、ありがとう。ほうひゃ。プリンの歌が聞くと、大抵のポケモンも眠くなる。そして僕もグー。これか、プリン。あ、見たことある。歌声っていうか、もう楽器じゃん。あ、寝た。そういうポケモンなんだな。ボールをベルトにセット。1,2,3,4,5,6 と。ボックスに何匹いようと勝負に出せるポケモンは6匹までだ。なるほど。いいこと聞いた。ここからじゃあ、お月見山に登っていくことになるんだね。あ、ニャースが寝てる。かわいいなぁ。よし。お月見山。うわ、出た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 。あ、ロケット団だ。すげえセクシーな格好してるね、右の人。この辺りよりないみたいね。もう少し奥にあるんじゃないか?ててん。あんた、今の盗み聞きしたでしょ。はぁ、聞こえちゃいました。なんだって、見張りのニャース。あ、あれが見張りのニャースだったんだ、上にいたの。にゃー。ちっちゃい。かわいいなぁ。てんてんてん。ここに珍しい化石あるって突き止めたのに、あんたなんかに渡さないんだから。そうだぞ、化石見つけて金儲けするのは俺たちだ。あははは。ニャースの声ってあんなだ、あんななんだ。愛されにくい声してたね。ズバットの吸血攻撃に注意。わー、結構知ってるポケモンここ出てくるなー。あっあっあっ。ちっちゃいのか?お前ちっちゃいのか?わー、野生の石粒て小さい。わ、ちょっと怖いな、イワーク。動くリングの内側に当てるとナイスなスローになるチャンス。リングが小さくなっているほど、ああ、合ってたんだね、やっぱりね。よし、ここは、しっかりと。ほい!来た!あれ、グレートとか出なかったな。なんでだ?ダメなのかい?あとちょっとのところだったのに。じゃあ、もうズリ。ズリズリしとこうか。使って、行くぞ。あ、緑色になったね。あ、ちょっと外れた。やめて、逃げないで。はい。あ、違う、構えてない。ギュイーンがあって、ほい。これは、あれ消えちゃうとダメなのかな。もうちょっと前か。え、いけるんかい。やったー、石つぶてを捕まえた。大してあれだな、経験値はもらえなかったけど。いや、絶対いいポケモンだよ、石つぶて。こんな面白い格好してるんだもん。岩石ポケモン。山道などに多く生息、気づかずに踏みつけると怒り出すので要注意だ。わー、強そうだね。見て見て、この、ニコちゃんだ。あー、なんか後ろにも顔が書いてあるっぽい。いいねー。よし。名前つけてあげよう。はい。もう本当に何回回ったかわかんないけど。この石すべての名前は、靴下です。これ説明するのもちょっと恥ずかしいんだけど、石田純一だなって思って、そこから、あとはまあ、それぞれで考えてください。靴下です。いいね。足がないけど、みたいなところもいいね。靴下育てたいけど、そうすると、誰か外さなきゃいけないんだな。中身出る外さなきゃいけないの嫌だな。せめて、中身出るだけは孵化させてあげたい。そうすると、マンドレとね、宮部くんがちょっと被ってるんだよね。マンドレって何になるんだろう?宮部くんになるわけじゃねえよな。な、宮部くんになるのかな?これ。いや、そんなことないよな。とりあえずでも中身出るが育つまでは、こうでいいかな。よし。いいだろう。でも他にもね、なんか気になるやつが、すぐそこにいるんだよね。この人は?かわいい。あれ?ピッピ?これがピッピ?めっちゃかわいいじゃん。
ぶつけてやる。その可愛い、あ、くそ、こっち飛んでこい。そっち行くんかい。向くとかはできないのか。あ、正面来た。あ、拒否された。よい。あー、でっかいな。あ、案外簡単だったぞ。ピッピ。そんなに経験値はもらえなかったが、ピッピは？ピッピー。妖精ポケモン。姿や仕草が愛くるしく人気だが、数が少ないのかなかなか発見できない。そうなんだ。すごい、この子。ちょっと可愛いっちゃ可愛いけど、なんか手の付け根あたりちょっと怖くない？なるほど。可愛いのかな。ピッピを、でも名前つけよう。名前つけてばっかだな。新しいとこ行くとすぐ名前つけなきゃいけなくなるね。よし。もうすごい速さで決まった。ピップ。思い入れのなさがすごい伝わるね。名前にも。よし。まあ、ピップはとりあえずそこにいてくれ。でも妖精っていうのは新しいジャンルだからな。なんか強くなるのかな。あ、あ、あ、ズバッと、バッと、ズバッと。ガーン、野生のズバッと。こいつはいいな。こいつはちょっとちゃんと捕まえたい。でもそうするともう無理だよ。ナヌノミ上げて、構えて、ポン！当たった、翼に。グレードって出なくなったね。もう出ないのかな？やった！レベル8から捕まえられたのはいいんじゃないか？よし！靴下がレベル上がったぞ。お！我慢を覚えた。石田純一がとうとう我慢を覚えたぞ。スバットが登録されます。口から超音波を出しながら飛ぶのは前に何かがあるのか調べながら飛んでいるからだ。いい説明だね。毒と飛行か。そうか、飛行タイプなのか。名前つけまーす。よし。ちょっとね、ズバットがいい名前すぎてね、これ以上の名前が浮かばなかったんで、こいつの名前はズバッ！ズバッ！ズバップも育てたい。でもそうすると、ポオとちょっと被り気味。ポオとマンドレと被り気味なんだけどなぁ。どうしよう。ちょっと待っててもらうか。中身出るがもうちょっと育つまでは待っててもらおう、じゃあ。中身出る次第なんだなぁ。あ、襲われる。こんなところでも、怪しい奴が洞窟をうろついてるんだ。君は？やばい。不審者だと思われてる。バタフリー！わー！捕まえられなかった奴だ！ピカチュウ！飛行なんじゃないの？お前。飛行してるんじゃないの？電気が通るんじゃないの？ズブッ！あー、通ったなー。効果抜群だ。かわいいな、バタフリー。ちょっといいな。ああ、すごい経験値もらえた。レベルが上がったぞ。やったー。よし。機械にいるポケモンも経験値もらった。ああ、靴下レベル上がった。いいね。あ、中身出る銃だよ。銃でなんか起こんない？起こんないか。そっか。しょうがないね。よし。あ、中身出るが、とうとう、とうとう孵化するぞ。どうなるの？あー、すごいドキドキする。何になるんだろう。バタフリーかな？予想ではバタフリーなんだけど。ズン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 。あー、本当にバタフリーだった。やりました。中身でのはバタフリーに進化した。いいねー。バタフリーが登録されます。虫。気候の蝶々ポケモン、羽の猛毒の鱗粉には水を弾く性質があるので、
雨の日でも飛び回れる。重いなぁ、こいつ。そしてでかいな、1メーター46あるんだ。へぇー。やったぞ。お、そして風起こしを覚えた。ようやく戦えるようになった。中身出る。いいねぇ。そういえば CP を見て使うか使わないか判断するっていうのもありなのかな。ピカスケが185、マンドレ133、靴下40、ポッ101、まあ、レベルで変わっちゃうね。4度目も中身出る88。チョウーンも銃で孵化するんじゃないかな。チョウーン孵化してズードルビーになったらどうしよう。なりそうなりそう。ちょっとじゃあ、チョウーン、ポッオを外して、チョウーンを、ちょっとレベル上げてみようかな。うん。銃でひょっとしたら、孵化してくれるんじゃないだろうか。うわぁ、すごいすごいすごい。ここもうえぐいな、ここ。なんかあった。傷薬、いいよ。逃げて逃げて。こんなところでミニスカートを履いた女の子が、もう幽霊だよ、これは。左上にロケット弾のやつがいるな。何よ、洞窟ではぐれた友達をここで待ってるのよ。外出たとこで待ちなよ。なんで中で待つ。電波が通じないから出るわけにはいかないのか。ミニスカート、ナホ。ナホちゃん。ナホちゃんは、まだつぼみ。ああ、なんだこいつ、見たことある。草タイプ。草タイプだろうが、なんだろうが。電気を浴びせれば、一発ですよ。ドン！あ！草には電気は効かない。覚えた。今覚えた。じゃあ、二度蹴る。二度蹴ります。ドン！あ、そんな効かない。あ、でも倒したな。よし。あ、効果今一つなんだ。ってことは、ピカチュウは、あの草にはそんなに強気にいけないっていうことだね。温度メモが砂かけを覚えた。よし。私負けたの？気づかんかったか。しょうがないね。現実を受け入れなさい。階段があるな。髪型すごい。やだ、あんた意外と早いわね。そんな進んでないけど。少年がここにいて、ここにアイテムがあって、あ！なんかちょっと寝るシャツの男に。うわ、なんだ、急に声をかけるんだ。うわー、そっちから、事案が発生する。うわー、こいつすごいな。理科系の男。ちょっと、なんか、問題になりそうだけどな。君たか。理科系の男は？ベトベタ。わー、すげーデザインのが来たな。これ何が効くんだろう？全然わからん。電気効かなそうだけど。とりあえず撃つところから始めよう。通るか？そんな通らない。普通だな。あ、麻痺して技が出にくくなった。そして叩く。出るんかい。大したことはない。二度蹴ろ。ドン。あ、格闘は効かないのかな。なるほど。痛い。こいつが何なのかわかんないからな。大事そうになんか iPad 的なものを持っているが、ここは中身出る。ちょっと見てみたいね。いけ、中身出る。いいかー。頑張る、中身出る。ピーピャー。毒ガス。だが毒は効かないのでは？効かなそうな感じあるぞ。毒になるんかい、お前。お前毒になるんかい。結構食らうな。くそ。だが、風を起こせ。もうあのベトベト全部吹き飛ばしちゃえ。えい！あ！急所に当たった。効果は普通だったのかな？効果は普通だったっぽいな。
よしよし。理科系の男に勝ったぞ。こんなポケモンではダメか。わあ。でも、言いながらも泣いているから、やっぱ愛はあったんだね、実はね。その辺が伺える。そう言いつつもみたいなところあったんだな。あ、でも強いポケモンを探してるな。眠気覚まし。毒になっちゃってるんだよな。とりあえずこいつ捕まえちゃっていいかな。こいつ捕まえちゃおう。小さい。お前は私の経験値となるがよい。よーし。糧となってくれ。ズバッとレベル9。出たー。靴下レベルが上がった。連続ゲットに成功中。なるほど。そういうのもあるのか。なんかボーナスみたいなのもあるのかね。ちょっと、ああ、毒の状態のまんまだ。毒直してあげないと。ああ、ズバより1個レベルが高いんだな。レベルで選ぶのもでもちょっとね。まああんま気にしないようにしよう、その辺は。毒消しあったっけ？あ、一個しかないか。中身でるに使ってあげる。わあ、なんだこいつ？なんだこいつ？なんかちょっと気持ち悪い奴がいた。ああ、お前かい！後ろ姿見てるとちょっと気持ち悪かったな、お前。経験値の糧となるがよ。よし！やったー。ピッピを捕まえた。レベル7。いいねー。マンドレレベル14。あ、マンドレが眠りごな。こいつなんかもうちょっと、相手を異常状態にすることしか考えてないな。どうしよう。眠りなんか良さそうだよねー。毒の粉はいいかなー。あん。よし、マンドレが眠りゴン。靴下レベル9。お、岩落とし。いいんじゃないの？我慢。2ターンの間攻撃に耐えて受けたダメージを2倍にして、すごいなぁ、10回か。岩落としは、岩タイプの攻撃。これは使いそうだな。丸くなる。砂かけを忘れてしまおう。よし。岩落としを覚えました。そして、超運レベル10だよ。これは可能性を秘めているのでは？ああ、来た！超運の様子が！超運お前！どうなってしまうんだ？ズン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 。さあ、空へ上がっていって、何になるのかな？うわあ、なんだこいつ！蜂になった！スピアーに進化した！俺こんなの知らない。なになに？スピアが登録されます。虫毒ポケモン、毒鉢ポケモン。両手とお尻にある3本の毒針。相手を刺して、刺して、刺しまくって攻撃する。恐ろしいポケモンじゃないか。あ、そう。ダブルニードルだって。ピッピはとりあえずしまっておくとして。これは難しいぞー。ズートルビー。ズードルビーも気になるけどなー。でもズードルビーが、この、超運の国運になるんじゃないかなって予想があるんだよね。でもさ、虫タイプ多すぎない？ねえ。4度メモのと、靴下が被ってるんだなぁ。もうだって噛みつくっていうの持ってるもん。ズバッと比べて。レベル1個上がったらでも変わんのかな。個体差がある、すごい。ズバより、この今捕まえたズバッとのがなんか強そうだぞ。そう。
レベル高い方にしちゃおうかな。こっそり変えていい？こっそり名前付け変えてバレねえかな。バレねえだろ多分。よし。ズバンニーにこっそり名前付けといて。よし、これでズバンニーズバを送ってしまおう。悪いことかな。いやいや、じゃあヒップもこっちの方が絶対いいじゃんね。よし。ヒップにしといて、ヒップを送ればバレないだろう。よし。せっかく孵化した中見るとチョウーン、なんか使ってってあげたいけどね。わー、なにこれ、また気持ち悪いのがいる。気持ち悪いのしかいねえな、この洞窟。なんだこりゃ。パラス。わー、こいつ愛せない気がする。よし、グレート。グレート出たな。あん。よーし。いいよ。オッケーオッケー。こいつは何なんですか？パラス。キノコポケモン。虫草。穴を掘り、木の根っこから栄養を取るが、ほとんどは背中のキノコに奪われる。わー、じゃあその背中のキノコ取られちゃうやつだよ。ハンターとかに。かわいそうなポケモンなんだな。名前つけます。よし。名前は美味しいカニです。キノコだけじゃないよって。俺自身もちゃんと見てねっていう意味を込めてますね。美味しいカニ。レベル9ちょっと高いな。よーし。襲ってくる？あ、襲ってくる。くるくる、花田シティに行くには洞窟を抜けないとダメだよ。はーい。パンパン小僧のノリオが勝負仕掛けてきた。ノリオ。マンキー？猿？あー、なんかちょっと強そうだな。ビーガー！動物かー。動物はだいたい電気を浴びせておけば良いのでは？ズン！あ、ちょっと残ったな。気合ダメ。何かを、うわー、なんかすごい、次にすごい攻撃が来そうだが、電光石火でもう持たないのでは？そうですよね。あ、ちょっと可愛いな、マンキー。よーし。あ、レベルが上がったのかな？よー、いいね。ピカスケどんどん強くなっていく。電磁波？電磁波って何？電磁波。弱い電気を浴びせることで、あー、麻痺状態にするのか。影分身とどっちがいいんだろうな。命中90ってでも、ほぼほぼ麻痺にするってことかな。めっちゃ強いよね、そしたら。じゃあ、影分身をやめようかな。1、2の、ポカン！電磁波を覚えた。このピカスケからすごい電磁波今出てるからな。電波とか悪くなるぞ、多分。僕の負けだ。お！認めてるね。いいよ。その姿勢。お前は強くなる。よし。あ！なんか来たな、急に。野生の石つぶて、お前はいいんだ。お前は逃げろ。急に出てこないで。お、アイテム。PP エイド。技を回復する感じだろうね。これは？虫よけスプレー。虫よけは、なんか良さそう。おー！ちょっと捕まえちゃおう。博士に送りつけよう。イーク！でかいと気持ち悪いだろうな。まっすぐ振るのちょっと難しいよ。よーし。パラスを捕まえたー。34。お、中身出るからレベルが上がりました。いいよ。
お、女の人。さっきの待ち合わせの人じゃない？ひょっとして。へいへい。わー、洞窟の中って意外と広いのね。もう、俺関係ないじゃん。じゃあ、襲ってくる必要ないじゃん。ルリー。ルリちゃん。ルリちゃん、ピッピ送り出してきた。ちょっと気持ち悪いんだよな。つっついてある、そのパンパンに膨らんだお腹を。電磁波ちょっとやってみようか。一旦、どうなるのか。当たるか。バレ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 。麻痺して、技が出にくくなった。ああ、体が痺れて動けない。やっぱ、まあ、100% じゃないとは思うけど、麻痺がね。でも有効だよな。あ、歌ってきた。寝ちゃう、寝ちゃう。寝ないで。ああ、寝た。ああ、ピカスケ。ピカスケ、交代だ。でも、起こすやつあるかな？だったら起こしてもらった方がいいのかな？わからないな。ちょっと靴下の知恵、戦いぶりを見てみたい。いいかー、寝てるのに。いや、いけー。いいぞ。あ、やめて！やめて！寝たー、靴下。戦え、靴下。お前はいけるはずだ。うわ、寝ているー、靴下。もうお前寝たらただの岩だぞ。だから相手も麻痺している。起きろ！起きろ！起きて岩を落とせ！起きろ！寝るのも強いなぁ。あ！やめて！あ、でも、物理攻撃系は効かなそうな顔してるもんな。行け！起きろ！靴下！いいぞ、靴下！岩を落とせ！うん！よーし。いいね。眠り攻撃厄介だねー。お、靴下がレベル10。いいですよ。HP がちょっと増えたな。よーし。あ、負けてる。やったー。これ、状態異常回復結構持ってこないとだねー。まだ寝てるもんなー。戦闘中じゃないと、起きてくんないかもしれないな。あ、眠気覚まし1個ある。もう使っちゃおう。使っちゃおう、使っちゃおう。買ってくりゃよかった。こんなことになるのなら。お？お前は？わわ、追いつかれてたまるかよ。そういえば、あれだな、入り口付近にも確か、あれがあったよね。はしごが。あれ降りてみよう。ここか。降りると？広いなぁ。どこに繋がってるんだろう。あ、さらに降りる。わ、誰？ R って書いてあるから、ロケット団の人なのかね。おい。ポケモンマフィア。ポケモンマフィアだったのか、ロケット団は。怖くて強いのだ。お！何この演出。へぇー。こんな演出が入るんだ。しかもお前下っ端なのか。ちょっと栄養が足りてなさそうな顔してるが。いざレベル9か。大したことなさそうだな。お前は電気ショックの系。あーでも電光石火早い。痛い。でも大して効かない。よいしょ。はい。はい。お疲れ様です。ああ、あ、しくじったか。まあそうだね。いろいろなしくじりを経てここにいるのだろうが、さらにしくじってるみたいだね。元気を出しなさい。お、ここはアイテムだけ。ああ、なんか広そうだな。他にも。あ、あ、びっくりした。すごい広いね、ここね。抜けられるかな。よしよし。じゃあ戻って、で、さっきのロケット団の、名前がわかんないんだよな。青いやつなんて言うんだろう。まさしとかそんな名前かな。
ここも降りた方が良いかい？お、なんかありそう。なんもない。こいつ、あそこで見たやつだ。金の玉を見つけたぞ。なんでしょう、金の玉。いけ。わー、卵抱いてるのかな、ラッキー。あ、赤い。こいつ難しいんだ。じゃあ釣りの実より七の実をあげた方が多分効くんだろうが、釣りの実でいいだろう。くらえ、釣りの実。わー、難しいまんま。何してるのそれは。おい、あー、でかいな。これはダメか。そうだよね。もう一回。諦めない。あー、ちょっと振るのが下手だな。あれ、ちょっとそっち行っちゃうこともあんの。あー、ラッキー。やだ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 。ラッキー、もう一回出てきて。ラッキー。いやー、難しいやつは難しいんだな。あ、出た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 。あれ、卵持ってない。あれ、こいつ知らないやつだ。誰お前。ああ難しいんだね。多分このピッピの上位版だなぁ。あ、出た出た出た。これは、ピッピ、ピクシー。ピッピってピクシーって名前になるんだ。ボールを変えたい。スーパーボールをぶつけてやろう、お前に。少し性能がいいだけなのか。まあ、売ってるやつだもんな。だが、あ、なるほど。これで変わるから、さらに、ズリズリして、はい。えい！エクセレント！エクセレントはいいでしょう。いけ！うわぁ！くそ！なんだよー。もうダメだ。泣いちゃうぞ、俺が子供だったら。自分の持ってるスーパーボール使っても。500円ぐらい出してるんだよ、だって。それでさ、捕まえられなくて逃げられちゃってさ、泣いちゃうよ。太郎。太郎、お、サンド。かわいいな。砂か。地面タイプだよね。多分、電気効かないと思うんだよな。一度試してみよう。効果がないようだってなっちゃうんだ、もう。なるほど。水がすごい効きそう。草はダメな気がする。風は効く気がする。風起こし。超運はダブルニードか。じゃあ中身出るの、風起こし。いいかー、中身出る。引っかく攻撃。いて、あ、急所に当たった。だが、風を起こして、砂を全部飛ばす。おー、強い！やりました。いいですね。読めてきてますよ。読めてきてますよ。負けるなんてかっこ悪い。そんなことないぞ。お前の負けてる姿も、かっこいいぞ。あ！ズバットに襲われた。もう捕まえちゃおう、こいつ、このまんま。あ、待て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 ！スーパーボールじゃないよ。普通のモンスターボールだよ。ほい！これは丁寧に投げた。コントロールがいい。でーい！おいおい！上等だよ！ぶつけまくってやるよ！モンスターボール全部お前にぶつけてやるからな。おい！はい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 。頑張ってこ。ズバットにすら逃げられてしまう、この私。一
体どうなのでしょうか。おじさーん、山男のおじさん、うわーびっくりした。なんだ子供か。子供だと思って舐めてるだろ。うん、年功序列がなんぼるもんじゃい。俺の実年齢教えてやろうか。多分お前より上だぞ。石つぶて来たねー。電気通らないだろうな。かといって物理系もおそらく効かないので、何が効くんだろう。風効くかな。効く気がしない。わからないな。岩タイプに何が効くのか。まあ、水？ああ、結構痛いけど、そこまででもない。技が少ないね、中身出るね、やっぱり。あ、そんな効かない。なるほど、風も効かないのか。硬くなった。やばいな。そうすると、ちょっと超運のダブルニードルがどのくらい効くのかわからんが。うわぁ、強そうだぞ、超運。結構なパンチ持ってるじゃねえか。だが、虫タイプのダブルニードルはどうだ？チュンチュン！全然効かない！あー、でも2回攻撃。それでもまあまあちょっとな。いてえ強くないこいつやっぱり。靴下でもう泥仕合にするか。ちょっとマントル試してみよう。頑張れマントル。韻を踏んでるし。砂かけ。ああ、命中が下がる。ああ。マントルの命中率か。毒なんてなりそうもないけどな。吸い取れ。あ、攻撃が当たらないのか。三つ星が効いてるな。そしてこの山男のおじさん2匹持ってやがる。初めてのタイプだ。ここで、ちょっと、手を、手こずってるわけにはいかないんだが。お！なるほど。石は草に弱い。確かにその、岩のひびから草が生えるっていうのはあるからな。学びました。さあ、そのまんま、行け、マンドレ。もう全部吸い取ってやれ。あいつの口から、精気を吸い取ってやれ。ズル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 。強い。いやー、でもこれタイプ相性違うと苦戦するね。難しいゲームだな。よしよし。勝つと。驚いた。だいぶ苦戦してしまったぞ。子供がこんな暗いところをうるるしちゃいかんな。確かに。一理ある。わー、歌丸が奥で立ってる。歌丸って呼び捨てしちゃった。あ、真珠だ。こんなところでなぜ？誰かのだな、多分。歌丸さん。モンスターボールいっぱい持ってるね。もし少なくなったらおじさんのとこに来なさいね。あ、そうなの？なんかくれるんだ。何買うと引き換えに多分くれるんだな。何かはわからんが。さあ、仮想に降りてきてるぞ。あ、ニャース。にゃ。こいつって喋らないのか？喋った気がするんだけどな、アニメとかだと。レアなポケモンはあそこにしか出ないね。なんかさっきのところにしか。残念だったな、捕まえられなくて。でも、しょうがない。元気のかけら。いいよ。お、またロケット弾。体力的にはどうかしら。あー、ちょーんと中身出るがちょっと減ってるな。回復使っちゃおうかな。傷薬20回復か。14か。微妙だな。ピカスケには使ってもいい。よし。回復用意しておかないといけないってことが分かったね。
俺たちは大事な仕事をしてるんだ。子供はお家に帰りな。化石泥棒でしょ？ちょっといいね、この演出。スリープ。わー、豚。知らねえやつだな。何ポケモンかすらわからない。とりあえず電気を流そう。えいよ。半分。あ、でも麻痺した。これもう一発いけば、いくな。念力。おっ、大したことなくてよかった。そのまんまいけそうだぞ。押してけ。あ、なるほど。そして技出るね。技出るね。だが、電光石火で、先手を取って、ズドン。ちょっと可愛かったな、スリープ。よーし、どうですか？なかなかやるな。212円。いいよ。席を見つけたら場所だけ教えて。さっさと帰るんだな。化石高く売れるのかな？俺もちょっと興味があります、その話。ここ行ける？行けない。なんかでっかいの。あ、女の人。何をやっているんだ。ねえ、あの黒いの、あれ化石じゃない？よし、ニャース、化石を取ってくるんだ。ぬにゃにゃー。もしもし？早く行きなさいよ。気づいてない。頑張れ、ニャース。にゃにゃー。よし、悪いが、その情報をいただいた。どこに行けば？このまんま進んでいくので、あって、まずアイテムから。元気のかけら。いいですよ。三つ目か、四つ目か。女の人かな？おたの世界に首を突っ込むんじゃないわ。なんて言い草だよ。わー、ロケット団の下っ端、女の人。ちょっと可愛いね。ズバッと来たな、ズバッと。飛行タイプだろう、お前。飛んでるんだろう。電気ショック効くだろう。ズーン。はい。パワー。勝ちました。よーし。勝負に勝った。あったまくる。おー、そういうキャラなんだね。いいですよ。人間が生まれる前からこの辺りにはポケモンが住んでたらしいわ。へぇー。だから化石もいっぱいあるってことなのかな。お？お前は？理科系の？ほら待てよ。この化石は僕が見つけたんだ。二つとも僕のだ。この下のやつかな。理科系の男が。三春、勝負を仕掛けてきた。二個持ってるな。ビビリ玉、知ってる。電気ポケモンだな、多分。そうですか。電気、何が効くんだろう。でも逆に言うと、向こうの電気も効かないってことだから、二度蹴ってみようか。あん。あん。そこそこ効く。電気ショックは、ピカスケにはそんなに効かない。よし。では、電光石火で。ユン！いいねー。こういう戦い方もまあありはありだよな。え？お、マンドレがレベル15に。靴下も順調に成長しています。コイル！あー、コイルいいなー。そのまんま行こう。あの磁石みたいなやつでしょ？わー、かわいい。コイルかわいい。二度蹴ろう。かわいいから。オン！わー、これは抜群。抜群です。格闘に弱い。二回当たった。いいねー。お！ピカスケもレベルが上がりまして、16です。とどまるところを知らないね。ピカスケの成長が。防御が上がった。いいよ。超運レベル11。よーし。わかった。お前にも分けてやるよ。
そういうことじゃないんだよ、三つ春くんよ。一個ずつだ。独り占めはダメだぞ。え？どっちかを選べということ？こっちのオウムガイっぽい方が、あー、ズバットに襲われた。ちょっと、今そういうんじゃないんで。今そういうんじゃないかな。こっちかなー。貝の化石にする？ちょっと待って。こっちは？甲羅？あー、貝と甲羅。甲羅って亀っぽいやつなのかな？水ポケモンかな？わかんない。甲羅にします。甲羅の化石をバックにしまった。あー、貝取られた。なんだよ。化石を蘇らせる研究をしているラボがグレンタウンにある。なるほど。そこまで持っときなさいってことですね。やばい。でも、取られる。違う違う違う。もう一人いたでしょ？もう一人の人が持ってますよ。三つ春だよ、三つ春。ロケット団武蔵。あ、女性なのに武蔵。聞いたことある、でも武蔵。小次郎。なるほど。川中島だね。やばい！奪い取られる！そんなにこっち回復してないんだよなぁ。アーボ。あ、なに？ 2 匹？二匹勝負か。聞いたことはあるが。ガスト、なんだろう、ヘビ。ってことは、ヘビに、電気ショック。ガス効くかな？ガスに、吸い取る。よっ！あー、これ、一匹ずつ、仕留めた方がよかったか。妖怪駅、あ、妖怪駅って二人行くの？へぇー。吸い取れ。あー、そんな効かない。なるほど。体当たり。それは別に、そこまでじゃないな。よし。じゃあ、まあでも、とりあえず一匹落としときたいので、電気ショックを、このヘビにやって、で、吸い取る効かなかったから、妖怪液、あ、眠らせちゃうか。ガスを眠らせろ。可能なのか、そんなことが。よし。あーし、アーボを倒し。うん。あ、なるほど。戦闘中で、こういう感じでもレベルが上がってくんだな。あ、なんか当たんなかったぞ。でも毒は、あー、ピカスケには効くな。痛い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 。くそ。だからまだ耐えられる。まだいけるぞ。電気ショック。じゃあ妖怪液で。電気ショック。いいね。そこそこダメージが入る。妖怪液。もうちょっとだな。痛い。大したことない。毒痛い。毒痛い。けど、電光石火と妖怪液で倒せる。よし。よいしょ。あ、おー、よかった。あんま減らないのかと思った。よーし。いいねー。いいねー。いいねえ。しっちらんない。まさかこんな子供に負けるなんて。おお、お金も結構もらえた。どうじゃい？嫌な感じ！勝ちましたよ。よし、毒、治せないんだよな。早く次の町へ行きたい。まだ長いかな。出たらすぐ出会ってほしいな。4番道路。花田シティが右側？まだ長いかしら。モンスターボール5個見つけた。お、麻痺直し。いいね。
マヒナウシが一番高いんじゃなかったっけな。さて、町、お、なんか見つけたぞ。どうした？マンドレは？七の実見つけた。いいよ。この木の草の裏なんかあるだろう。あ、なに？マンドレも構ってあげられんの？あ、何か触れるとかじゃないのか。なんかあるかと思ったらなかった。この上行きたいけど行けないな。逆側から来るタイプなんだ。なるほど。わー、あ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 、うんや、サンドだな。知ってる奴らか。あ、あ、あー、わからない。コラッタ。コダック。全然違った。コダック。カメラメーカーだっけ？グレート！捕まえとこう。ああ、ダメかい。エクセレント！これは言っただろう。よし！コダックを捕まえたぞー。94！ いい経験値です。ああ、中見てるか分かりました。いいですよ。うんうんうん。コダック、アヒルポケモン、あ、水じゃん。いつも頭痛に悩まされている。念力を使うが、自分の意志かどうかわからない。やべえポケモンなんだな。なるほど。頭痛がしてるから、誰かが侵入してきてる兄さんみたいになってるわけだ。なるほどね。よし。じゃあ、コダックの名前を付けよう。よし、コダックの名前は、シンジ・タケダです。ナイトヘッドより、どうぞよろしく。レベル11か。いいなぁ。でも、技あるのかなぁ。あー、水鉄砲があるのか。なるほど。どのポケモンを使っていけばいいかがちょっとわからないよね。難しいな。まあ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 。とりあえずやりたいようにやるか。あ、あ、あ、アイテムが。スーパーボール3つ。これはありがたいです。でももう赤いのスーパーボールでも捕まえられるかどうかわかんないからな。お、花出しについた。よかった。花田は水色、神秘の色。ショップの前に木が生えてて向こうに行けないんだ。どこか回り道すると行けるらしいけど。なるほどね。とりあえず、あ、なに？なになになに？どうした？噴水？ピーカピーカ。遊びたいのかな？終わろうとしてたんだけど、遊びたいのか？お、お、お、どうした？噴水の水が勢いよく吹き出してくる。お金を投げ入れてみようか。500円？投げる！結構使っちゃったぞ。ポチャポチャポチャン。500円投げ入れた。もうどうした？なんだか嬉しそう。どういうこと？ 500 円を投げたことにより？ん？なに、どうした？水があるから嬉しいのかな？マンドレは噴水を見て大はしゃぎ。なんだったんだろう？何か知ってますか？カナダの噴水にまつわる言い伝え知ってる？ポケモンと一緒にお金を投げ入れると、とっても仲良くなれる。あ！なるほど、じゃあ今俺は500円で、ピカスケとの仲を買ったわけだね。さあ。これ、ここで回復すれば、あれかな、毒も治るかな。済ませてあげます。毒治してくれますかね？ポンポンポポポン。あ、みんな元気になったということは？僕も治ったということ？ああ、治ってる。よかった。
よし、それじゃあ今日はこの辺にしておきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。